っしゃる通りかなと思うところもあります。ですので課題はまあ目の前に山積しているわけですね。44ページ目で、まあ長期的短期的な課題をいろいろ書いてみたものなんですけれども、短期的にはまあ今申し上げましたそのインフラの整備であったり、どうにかしてこうインフレを抑えてかつ財政赤字とか経常収支赤字を改善していくというようなことがあるわけですね。で一方で長期的な方に関しても BJP あるいはその支持母体である RSS の問題もありますけれども、まあ、グジャラート州で実際にこうイスラム教徒が分離して住んでるとかですね、まあ、そういったこう宗教色の強い、まあ、要は政党に対する懸念というのはやはり拭えないものもあります。あるいは隣国パキスタンとの関係というのも大丈夫ですかと、まあ、今回モディ首相は就任会見の時にパキスタンの首相を呼んでですね、まあ、友好的なスタンスを出してますけれども、長期的に見て大丈夫ですか。あるいはこうインド人の方とお話すると、まあモディっていう、 こう一番上が変わっても官僚制が変わらないからこの国は変わらないよっていうようなことを言われたりする方もいらっしゃるんですが、まあ、そういったその官僚制ですね、これとうまくやっていきますかというような話はかなり長期的な問題として出てきます。でまあ、こう並べてみるとですね、まあ、実はこう日本とあまりこう日本と同じところもあると思うんですね。安倍首相も例えば靖国参拝とかしたりするとですね、やっぱりこう長期的には安倍さんの政治的なスタンスとかって問題ですよねとかこう、私も含めなんですけどこう書き立てる人はいるわけですね。モディさんも同じだと思うんですけれども、経済だけで政治っていうのをやっていけるわけではないので、やはり政治的な課題っていうのはどうしても我々こう引き続いて見ていかなければいけない問題なんだろうなとは思います。はい、最後になりますが、まあ、見通し経済見通しを最後に見るんですが、その一つ前の前段階として、マイル・バトラーさんのお話につながるようにですね、財政赤字の話を最後にしておきたいと思います。46ページ目ですけれども、こちらではですね、今年の2月に出されました、当時新政権ですけれども、新首相の時に出された仮予算をもとに作っています。46ページ目、右上ご覧いただきたいんですが、財政収支、財政赤字の推移をですね、過去を並べて見てみますと、まあ、景気の良かった2007年までは財政赤字縮小してきたんですが、危機後にですね、悪化して、今はその財政再建の真っ只中というところです。で2014年の財政赤字の目標マイナス 4.1% 対 GDP 比ですねというのを新首相が掲げました。で、今日のテーマです。予算、新政権になって初めての予算はどうでしたかというのが47ページ目です。まず左上ご覧いただきたいんですが、一応彼らが出してきた、彼らというか新政権が出してきた財政案というのが左上の財政赤字の推移です。まあ、目標として今年の目標を新政権が出した2月と変わらずで出してきました。マイナス 4.1% です。で今後についてもマイナス 3% ぐらいになるまで2016年度に向けて財政赤字を縮小していきますよということを打ち出しています。でこのマイナス 4.1 というのが出てきたときに、私は少し驚いたんですね。かなりこう野心的というか緊縮財政で出してきたなと思いました。でそこにも書いたんですが、エコノミストの多くは2月から今はもう7月ですから、2月に予算、仮予算が出てから、5ヶ月経っているので、どれだけ政府がお金を使ったかっていうのを、私でも知ってるわけですね。で それから考えると、頑張ってもですねマイナス 4.4 とか、マイナス、本当頑張ってもマイナス 4.3 とかがいいところじゃないかなと思ってたんですが、マイナス 4.1 で出してきたというのは、かなり野心的な、かなりそうですね、野心的あるいは経済成長をしないと難しい財政赤字だろうというところです。で、あとはいえですね、まず左下ですね、インド国民の反応はですね、上々でして、これはインドっぽい質問だなと思うんですが、インド国民に問うてですね、今回の予算どうでしたかと、自分にとってどうでしたかっていうのが1問目で、2問目はインド全体に対してどうでしたかっていう質問になってるんですが、どちらにしてもいいですよというような好印象が得られています。でエコノミストも今のところは、政府がそう言ってんだったら、今のところはいいかなというところなんですが、今日私もですねその翌日の新聞をいろいろ持ってきたんですが、一つはですね、エコノミックタイムズですね、皆さんご覧になっている方多いと思うんですが、新首相が当時ワールドカップやってましたので、サッカーのユニフォームを着てゴール決められてますかというような、こういった見出しでした。
でもう一つ、今回私がタイトルにも書いているアクシディンというところですね、ACHCHE ですね、あと DIN アクシディンになってやったというのが、こちらその翌日に出たムンバイミラーから撮ってるんですけれども、アクシディンというのは、まあ、グッドデイズですかと、良き日になりましたかと、まだじゃないですかと、なって言ったじゃないですかと。でこちらでも、まあ、そのままムンバイミラーの言葉を、あ、いい言葉だなと思ってもう持ってきてしまったんですが、47ページ目一番左下にか、あ、右下に書かせていただいたんですが、ムンバイミラーが書いていますように、実際に目標として掲げるのは、まあ、勝手って言ったらあれですけど、まあ、自由だと思うんですが、その目標が実施できるかどうかっていうのは、まあ、エコノミストを含めて若干懐疑的です。ですので、これはもう本当にそれが財政赤字の削減ができるかどうかっていうのは、まあ、2月まで見ていくしかないと。今のところは絵に描いた餅です。それが絵に描いた餅でとどまるかどうかは、まあ、今後実際に政府がどういう動きに出るか、あるいは経済成長がどうかというのを見ていかないと評価できないところだと思います。次となります。こちら1980年以降の経済成長をいろいろも、各年でですね持ってきていますが、振り返ってみますと、一番下にですね、まあ、緑で書いてあるのが、あの景気が良くなかった時の理由が書いてあるんですが、古くは、まあ、90年初頭の、まあ、国際収支危機というのがありました。まあ、原油価格が上昇して、まあ、手持ちの米ドルなくなって大変なことになりましたという話なんですが、まあ、今とちょっと似ているところもあります。あるいはアジア通貨危機だったりリーマンショックとい う、こう外部的な要因で、あまりインドと関係ないはずのイベントなんですが、まあ、外需が鈍化してインドも少し景気鈍化がしましたというようなことや、インド国内の事情で言えば干ばつですね、農業の GDP20% 弱占めますので干ばつが起こると大変ですよという話がありました。今は何が原因でこんなに景気良くないんですかというのは、まあ、私は複合的な理由だと思っています。一番大きいのは投資ブームの、まあ、反動源だと思ってはいるんですけれども、それだけじゃないだろうと。リーマンショック後2012年ぐらいには欧州債務危機もありましたし、それ以外にも、まあ、いわゆる政治不信でもって投資が抑えられたっていう、こうあるいは消費も抑えられたっていうような動きもありましたし、もう一つ今日の講演会で述べたような米量的緩和の縮小ですね、これでもって資金が逃げてるというのも一つ影響があるだろうというところもあって、どちらかというとこうですので、まあ、この4つ今簡単に理由を挙げたんですが、4つのうち3つぐらいは解消できるんじゃないかなと。アメリカの利上げっていうのはどうにもならないものですけれども、欧州の債務懸念というのはもう終わってると思いますし、政治不信っていうのもモディがちゃんと着実にこなしていけばですね、今後は官民一体となってやっていける措置っていうのはできるんじゃないかと。そうすれば投資ブームというのも反動というのも一時的には和らぐことができるんじゃないかと思うと、自然体で言ってもですね、8%、10% というのはちょっとどうかなと思うんですが、6% 後半であったり 7% の経済成長というのはそこまで遠い話でもないのかなと思います。で、私も個社別にですね、日本の企業の方々に応募させていただくと、いやそうは言っても鈴木さん、このインドっていうのは 5% ぐらいの成長がいいぐらいなんじゃないですかという話はよく受けたりもするんですが、今のところは、まあ、今が複合的な景気鈍化で、一時的な影響をネガティブな風を受けている最中なんだと、それが和らげば少しは戻すんじゃないかというのが今のところの私の見通しでございます。はい、長くなりましたが私からは以上でございます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。それではここで一旦質疑応答に入らさせていただきます。ここの講演の中でご質問がある方は挙手にてお待ちいただけますでしょうか。でまたご質問される方はですね、お名前と所属名先をお伝えいただいてご質問ください。全然下がる心配なんか全くないと言われてましたけど。
ご質問ありがとうございます。おっしゃられたように、まあ、一部都市部では少し、まあ、ムンバイが顕著ですけれども、都市別の住宅価格を見ますと、一部では、まあ、そういったその、まあ、バブル的な高騰というのは見られるんですが、インド全体で見たときには、おっしゃったように、まだ正直、まあ、バブルと言い切るには早いかなというところがあります。まあ、中国の場合はですね、国内でもって、かなり住宅の押し上げというのがありましたけれども、まあ、中国の場合は独自の戸籍制度とかですね、住宅を買う理由っていうのは相応にあるわけなんですが、逆にインドの場合は住宅を買わない理由っていうのも相応にあるんじゃないかなと個人的には考えてまして、まあ、これは中国と同じなんですが、外国からお金が入ってきにくいといいますか、まあ、皆さんもご存知の通り、こう土地収用法なども入り組んでますので、でかつ州ごとに違うというような話もありますので、なかなかその規制もあって、外国人投資家が不動産に投資しにくい状況というのは、インドにとっては、まあ、バブルという観点で見ますと、まあ、いい状況なんだろうなと思うんですけれども、一方で、都市部には人口がどんどん入ってきていて、バブル、まあそのまあ、人口がどんどん入ってくればですね、で土地とか住宅の供給っていうのは、まあ、緩やかにしか進まないわけですから、一時的な上昇っていうのはやっぱりあると思うんですが、まあ、やっぱりそれでも一部の都市部、人口流入が大きく進んでいる本当の都市部ぐらいしか今のところは起こってないというのが正直なところではないかなと。全体とバブル、なんていうんですかね、インド全体でバブルが起こっているっていうような状況にはまだないのではないかなというふうに考えております。それでは他の方がいらっしゃったら挙手をお願いできますか。デブモのノゾウです。ちょっと個人的な興味なんですけども、GDP の伸び率の予想で18年まで19年にまた下がっていて、何かその心は、はい、まあ、こちらはなんていうか循環的な動きを書いたつもり、書いたつもりというか、かを前提にしております。講演中でもお話しさせていただいた通りですね、アメリカが利上げに入っていく局面ではどうしても新興国にお金が入ってきにくい状況っていうのが向こう2年ぐらいは続くんじゃないかなというのがあります。で、まあ、単純なその資金フローだけでこう景気というのは決まるものではないので、循環的な要素もあってこう持ち上がってはいくと思うんですが、実際2018年ぐらいになれば、アメリカの利上げの影響というのも一旦退いて、もう一回新興国にお金が戻ってくるタイミングというのは今から考えると4年先で結構先なんですが、まあそうですね、それぐらいになればですね、お金が戻ってくるタイミングというのがあってもいいんじゃないかなというところはあります。で2005、6年の時のようにその外からお金がどんどん入ってきて 9% まで上がるかというと、そこまで投資家も明るくなれないかなというのもあって、まあ、今のところはこう中間を取って 7% の半ばというようなところで、まあ、要はお金が戻ってくるというのが循環的なこう反動増にかプラスして上乗せされるというのを前提にしています。でそうすると19年には、まあ、その1回入ってくればですね、まあ、2005、6、7の時のように3年間もその投資ブームが続くというのもちょっとやりすぎかなと思いますので、まあ、1回入ってきたらそれでまあおしまいかなというところで、その反動、一時的な増加分、投資ブーム、資金流入分というのを、まあ、19年には引き剥がして、6% の半ばというような成長にさせていただいています。まあ、これは循環にプラスして資金流入があるんじゃないかなというところを希望的なところも込めて書いてあります。わかりました、ありがとうございます。もう一旦質疑応答を終了させていただきます。この後三井住友銀行の入澤よりビデオ講演がありその後休憩に入りますので、もしご質問がまだある方はその休憩の際に直接鈴木にお伺いください。三井住友銀行ニューデリー支店の飯澤です。本日は会場にお伺いできず大変残念ですが、15分間だけ
インド市場の話をさせていただきます。まず簡単に自己紹介をいたします。昭和63年現在の銀行に入行いたしまして、以来ほぼ一貫して為替金利のディーラーをやっております。東京市場で7年、香港で7年、バンコクで5年、それぞれのマーケットを経験いたしまして、一昨年の9月よりインド市場を見ております。そしてこのインド市場は私のこれまでの20年以上の経験の中でも大変に特徴的なマーケットであるという印象を持っています。そこで他の市場と比べたインド市場の特色、特異性について3点お話ししたいと思います。1点目は発展している部分と未発展な部分の差が大変に大きいという点です。発展しているのはデリバティブ市場です。これは先進国に引けを取らないレベルにあると思います。特に通貨スワップや金利スワップといった金利や元本の交換商品は大変に発達しています。また市場自体も厚みがあると思います。これらの商品は多少の数学的な知識が必要となります。インド人は数字に強いと言われますが、そのあたりも進歩の理由なのかもしれません。そしてこのデリバティブ市場のメインプレイヤーとなっているのが外国銀行です。一方で大変に遅れていると言わざるを得ないのが、非常にシンプルな商品ですがキャッシュ、いわゆる資金市場です。これは銀行間で資金を貸したり借りたりするマーケットです。この市場のメインプレイヤーは地場銀行になるはずですが、たった2日間の取引すらないのが実態です。あるのはオーバーナイトという1日、つまり今日から明日への取引のみで、その取引も銀行同士ではなく銀行と中央銀行とになります。したがって2日間以上の資金取引はマーケットに気配値すらありません。国の格付けが低い市場になりますと、地場銀行に対するクレジットリスクが大きくなります。このため資金市場の取引ボリュームが薄くなるのは他の国でも見られるケースです。しかし取引が全くないという状況は特筆すべき点です。このような厚みのない市場ですので、価格の変動も当然大きなものとなります。そしてこれが2点目の特徴です。つまり2点目の特徴として挙げたいのは、市場変動が特に金利市場は大変に大きいということです。ここで資料1をご覧ください。これはインドの3ヶ月もの国債金利の推移です。昨年の7月にわずか10日間で 7.5% の金利が 11.5% まで上昇しています。日本の国債金利が10年ものですら 0.5% 程度であることを考えますと、10日間の金利変動が 4% というのがいかに大きいかよくわかります。現在私ども三井住友銀行ニューデリー支店のディーリングルームには、私を含めて7名のディーラーがいます。しかし当時この動きを見て大騒ぎしていたのは私だけで、他のインド人ディーラーは至って冷静でした。彼らがこの動きを普通だと思っているのかということ自体、私にとっては大変驚きでした。実はこの急変動のきっかけは RBI
インド中央銀行の政策変更です。そしてこれが3点目の特徴となります。それではこの時インド中銀が何をしたのかをお話しします。1番目の特徴で、資金市場は未発達で取引はオーバーナイト1日のみ、取引の大半が銀行と中央銀行というお話をいたしました。実は全資金取引の半分以上を占める取引がこの銀行と中銀のレポ取引です。レポ取引とは、銀行が手持ちの国債を担保として中銀に差し出して、代わりに中銀から資金を借りるというものです。このレポ取引の日々の取引量は昨年7月当時約1兆ルピーありました。そしてこの最も取引量が多いレポ取引で使用される金利がまさにインド中銀